皆さんこんにちは。本日はタイガくんの新しいおもちゃ紹介です。タイガくんね、今日もガム噛み噛みしております。こちらね、よく土佐の民話の朗読のコメントとかでも来てるんですけど、タイガくん何噛み噛みしてんのって。これね、ガムです。ワンちゃんのデンタルガム、歯磨き用ガム。決してアイスのね、棒を束ねたものではありません。ワンコ用のデンタルガムです。美味しそうな匂いするんですよ。コンソメ味のね、ポテトチップスみたいな匂いする。おっとっとみたいな匂いします。相当美味しいんでしょうね。タイガくん気に入っております。おもちゃ紹介ですって言ってもね、ガムに夢中ですもんね。そんなに反応してない。お、ちょっと気になったかな。さて本題に入りましょう。本日タイガくんにあげるおもちゃは、じゃーん、こちらです。たまごちゃんのおもちゃ。タイガーくん、たまごちゃんのおもちゃです。うん、気になるね。まだ袋に入ってる。こちらね、初めて100円ショップのセリアで購入してきました。100円ショップはね、ワンコのペット用のね、おもちゃだったりとかペット用品、ダイソーしか見たことがなかったんですけど、久しぶりにセリアに行ったのでペット用品もついでに見てみたら、結構充実してましたね。お洋服とかアクセサリーっていうのかな、ファッション系、あの被り物とかね、そういうのは、まあ、ダイソーの方があるかな、時期にもよるかな。あの今回はそんなになかったんですけど、おもちゃはね、割とやっぱりダイソーと違うものがありましたね。まあロープとかぬいぐるみとか、あのダイソーにもね、あるようなものは、定番のものはありましたけど、このね、卵型おもちゃなんてダイソーにはないですもんね。こちら卵型おもちゃ、エッグシェイプドトイ、小型犬用。興奮してくしゃみ出ちゃった。泣き笛入りピップですね。ピッピッ、ソフトな噛み心地、柔らかいラテックス素材、小型犬用卵型おもちゃということでね、こちら早速タイガくんにあげてみたいと思います。いい子で待ってる。大興奮タイガくん。はい、どうぞ。卵ちゃん警戒してます。警戒してる。お手手ちょいちょい。まずはお手手から。うん、どうぞ怖いの。どうぞ、ほら、かわいいよ警戒してます。どうぞ。お、これは珍しい反応ですね。どうぞどうぞ。珍しい。ちょっとね、匂いがやっぱりラテックスって書いてあったのもあって、今まであまり嗅いだことのないような匂いかな。うん、ぬいぐるみとは違ってね、感触もふわふわしてないから、タイガくん自分のおもちゃと分かってないかもしれないこれはでも面白い反応ですね。ちょっと置いてみようか。どうぞ。うん、お、お、いたいた。お、いた。お手でちょいちょい、かわいいよね。うん、猫ちゃんみたいな。お手でちょいちょい。うん、鳴らしてごらん。できるかな。ピップ入ってるよ。うん、そこから、そこから空気出るんだよ。噛んでごらん。硬いと思ってんのかな。違う違う、絶対違う。絶対遊び方違う。うん、鳴らしてごらん。うわー、分かったよ、大学。うん。なんか飲み込んじゃいそうで、怖い大きさだな。だから小型犬用なんだね。大型犬だと飲み込んじゃうもんね、きっとね、この大きさだと。うん。よかったよかった。うん。自分のおもちゃだって分かったね。よかった、大学。うん。今日ね、いまいちなお天気なんですよ。天気悪くて、昨日まで雨で。今日もね、この後また雨降ってくるようなので、タイガくん退屈かなと思って、朝はねお散歩行けたんですけど、きっと夕方のお散歩はこの後雨降ってきて行けないんじゃないかな。なのでね、このおもちゃ開封してみましたこのピップさ、タイガくん、同じ卵のおもちゃでもさ、控えめな音だよね。またすぐにあれかな、壊れちゃうパターンかな。
ペットショップで買った高級な卵ちゃんは全然壊れないもんね。ちょっと比べてみようか。こちらが高級な卵ちゃん、ペットショップで買った。大きさどうかな。ちょっとセリアの100均の方が小さいかな。うん、ちょっと小さい感じだね。一緒かな。ちなみに音はもうなんかかぼそい、もう壊れたんじゃない、もしかして。スポシポ言ってるけど壊れたね、完全にね。あー、やっぱりそっか、卵ちゃんって寿命長いと思ってたけどやっぱり100円ショップは100円ショップか。うん、ちなみにね、こっちの元祖たまごちゃんはこの子はすごい持ってるんですけど、作りはね一緒、素晴らしいですよ。音もねお試ししますねすごいんですよどこまででも聞こえるこれがすごく物持ちがよくて壊れないので、うわ100円でこんなの買えるんだと思って買ってきたんですけど、やっぱり中身は違うっぽいですねでもよかったよかった。これね、買ってきた理由の一つとして、外でね遊ぼうかなと思って、ドッグランとかでおもちゃ OK なね、持ち込み OK なドッグランとかで結構遊んでる子いるので、大学ね、よその子のおもちゃ取っちゃうので、まあ多分持ってったとしてもよその子のおもちゃの方が真新しくて取っちゃうと思うんですけど、これ逆に貸してあげてね、ちょっと交換しようって、ここのドッグランで遊んでる間交換して遊ぼうなんて遊べるかなと思って、お外用でね洗えるのかな、まあ洗っても水入っちゃって壊れても100円だしいいかなと思って、ちょっとこのね元祖たまごちゃんの方はまだこんだけね現役でピプーも生きてるし、壊れちゃって、ね、汚れちゃって壊れちゃったら嫌だなと思って、でもこれだって別にそんな高級たまごちゃんって言ってるけど600円ぐらいだったかな、まあでもひよこの6倍ですもんね。ひよこと卵で使い分けて、この卵ちゃんはねお家の中でまたライオンさんのぬいぐるみの中に入って遊んでもらおうと思います。大河くん、ちょっと雨降る前にさ、お外で遊んでみる、お庭でおうちドッグランして遊んでみようか、投げっこして。ちょっとママそれ本当にちゃんと壊れてるのか確認してみたいから。比べてみたら同じ、ちょこっと一回りひよこちゃんが小さいかな。もう大学大好き大好きでね、今ねお外行こうとしたらたまたまうわーって雨降ってきちゃって、残念だね、お外で遊ぼうと思ったのにね。大学お家で遊ぼう。はい、もうすごい気に入ったみたいですね。やっぱりね壊れてました、もう風しか出ません。はいはいはい、シュポシュポやってます気に入ったならよかったよ。大河くん残念だね、今ねこの鈴、首輪も鈴付きの首輪もつけてお外で投げっこして遊ぼうと思ったのに、また皆さんにはねドッグランで遊んでる様子もまた別の動画で見てもらおうか。多分でも、外で遊んでもこういう状態になるんでしょうけどね。投げっこは大河くん、投げっこの遊び方できないので、ね、投げっこの遊び方できないんだよね。投げて、追いかけていくけど、取ったらもう自分のものにしちゃって、ドッグランだろうが家の中だろうが、こうやって、ある一定の場所に落ち着いて、自分でひたすら神々を楽しむ。この遊び方ですね、大河くんはね。ドッグランで他のお友達が持っているおもちゃもこうですね、取って自分でカミカミして遊ぶ、そして取り上げようとすると逃げるそれがまあ楽しいのかな。取り上げようとして逃げてる状態がこっち来いよみたいなね、鬼ごっこみたいな感じで、それを楽しんでる風はありますね。
シュポシュポの音、お分かりいただけましたでしょうか。まだお尻のところからね、このひよこちゃんの。風が出てるので、これはこれで楽しいのかもしれない。飽きずにね、音はもう鳴らないけど、飽きずに遊んでくれたら嬉しいです。セリアでね、なかなか楽しいもの、いくつか買ってきたので、また改めて別の動画でご紹介しますね。それでは、今回、たいがくんの新しいおもちゃ紹介。初めて100円ショップのセリアで購入してきたおもちゃでした。最後までご視聴いただきありがとうございました。